日夏ピーナッツくん大使。なんとポンポコ先日仙台に行ってきたんですよ。仙台に？はい、スタッフの兄とともに狩りに行ってきたんですよ。狩りって？狩猟。狩猟。去年も地元のおじちゃんたちと狩り行ったんですけど、今年はなんと漁師系 VTuber の愛ちゃんのとこに行ってきました。なんだ漁師系の VTuber って。愛ちゃん、地図の愛ちゃんではないですよ。愛ちゃんです。愛ちゃん、高架市からね、仙台めちゃめちゃ遠くて。遠いっすよね。仙台に朝6時集合で。早っ。めちゃくちゃ眠かったんですけど、はい、頑張って行ってきました。わお。それでは早速 VTR ご覧ください。はい。仙台のね、朝6時だよ。いえー、早朝の空だわ。寮の朝は早いな。そう、ここ愛ちゃんとね、駅で合流してね、ハンティングに向かったよ。ここのターゲットはまず鳥。鳥。そう、いい感じのいたらパッと切っちゃう。すごいっすね。怖もてだな、すごい。発言が結構もうね、ガチ漁師だ。すごいね。そう、普段一人でも漁とかしてるらしい。とりあえず狙ってみるか。早速。そう、見つけたっぽい。寝ぼけてたけどね、この辺でね、目が覚め始めてね。緊張感ありますね。怖っ。村の中をね、わあ、猟銃分けてね。そう、これ本物の猟銃だよ。道のない道を愛ちゃんがどんどん道作ってくれんだよね。いや、すぐカメラ全然進んでないけど、ポンポコは遠目から見ておりましたね。あ、見つけた。当たったかな。発砲。どうやら命中したらしい。すごい。めっちゃ遠いのにね、すごいんだよ愛ちゃん。すごいね。死体を取りに行かなきゃいけないの。お、またかま、もう一匹いたかな。あ、次のスポットに。そう、次のね、次の目的のとこ行くよ。うわ、凍ってるじゃん。そう、池がどこも全部凍っててね。寒。すごかった、仙台超寒い。イノシシ。この辺からちょっと歩くから、ここが大変でね。イノシシ探しなんだけど、もう山道が険しくてね。そうだよね。あ、真ん中あたりかな。 どこ真ん中あたりのが多分へこんでる。全然わかんないわ。ダバって行って、イノシシが泥で体洗う。へぇ、普段は。すごい。ちょっと今めっちゃお兄ちゃんの男の人の声がね、へぇがすごかったね。この辺アイちゃん、こうやってね、いろいろめっちゃ教えてくれんの。へぇ、30分。ポンポコさんヘトヘトだったもんね。ポンポコすごい、この時ヘトヘトでね、木の杖拾ってね、おばあちゃんみたいになってた。情けねえ。あ、ここでね、寝てることが多いんだって、イノシシが。へえ。その寝込みを襲う作戦だった。バッタリ出会うかもしれないの。そう、
すごいカメラワークがいいな。いそう、すごいいそう。自然の音がね、すごいんだよ。めっちゃ響くの、静かだから。すごいところ行くな。あー、緊張するね。あら、ダメだ、いなかった。あー、イノシシいなかったです。あの辺りで結構この辺うろうろしたりしてんだけど、へー、あー、ダメだったな。下山かな。運が良かったらいつもここにいるんだって、イノシシが。残念残念。えと思いきや、いた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 、あそこ。わわ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 。え、え、どこどこ。え、うわぁ、なんだこれは。うわぁ、なんだこれは。ちょっとちょっと、捕まえました。捕まえましたじゃないよ。捕まっちゃったー。ジャクか、うわー、なんてこったー。はい、ということで今回はまだまだイノシシがいませんでした。イノシシいなかったんですか。イノシシいなかったんですよ。でも毎度思うんだけど、いなくて残念な気持ちと、うん、よかったって思っちゃうんだよね。あ、イノシシの、そう、去年もやったんだけどイノシシ見つかん、でも鹿見つかったじゃん去年。あ、見つかりましたね。そう、去年は鹿をそう捕まえててくれたんだけど、あれがもうポンポコ的に結構来ててね。なんでやるんだじゃあ現実、現実を感じに行ってんだよポンポコは。なるほど、ジャーナリズム精神がすごいですわ。実は取れなかったんだけど、鳥を一匹ちゃんと捕まえることができて。え、スズメなんだけど、すごいちっちゃいんだけど、うん、次回はなんとその鳥を調理したり食べたり、その他バーベキューしたりっていうのを撮ってきたので、それをお届けしたいと思います。それでは次回のバーベキュー編お楽しみに。ありがとう。なんだって。じゃあね、バイバーイ。